お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。今日はハイメタル R ザブングル40周年記念モデルを使って劇中の合体シーケンスのやり方について簡単に説明しようと思います。パッケージ側面には合体間際の画像が掲載されていますけど、そのままでは合体させることができません。ただし、この形態についてはパッケージにも画像が掲載されていないため、あくまでも自己責任でお願いします。とりあえずアンテナの破損を避けるために頭部は外しておきます。スキッパーの受けに上下があるため、そのままでは合体できません。あくまでもこっち向きでの合体になります。なので下準備としてローバーの機首を回転させる必要があります。この部分はスキッパーの受けパーツに回転機構があればよかったんでしょうけど、今回は余剰パーツにしなかっただけでいっぱいだったのかな。あと一歩踏み込んで欲しかったんだけどな。絵面的には変なんだけど、これで受けの形状と合うので合体可能となります。あとはローバーの機首を少し引き出し回転させて頭部を戻せばザブングルの完成。雑な動画なんだけど今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。動画が面白いって思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。